こんばんは。今日も外から帰ってきました。今日はですね、夕方から出かけたんですけど、また購入品をいろいろ買ってきたのでご紹介します。今日はですね、また牛乳を買ってきました。いつも2パイントを買ってるんですけど、今日は売り切れてたので倍のサイズの4パイントなんですけど、まあ引っ越しが終わるまでに飲み終えたいと思います。で、4パイントは2.272リットルです。プリンのようなものを買ってきました。ホワイトチョコレートが入ったデザートみたいです。プリンを探してたんですけど、プリンが1種類しか置いてなくて、プリンよりも冷蔵品はムース状になってるデザートが多く置いてあるなと思いました。これはネスレのムースケーキみたいです。あとはフロスティーを買いました。フロスティーがですね、これちっちゃめでいいなと思って買ってきたんですけど、なんか棒状になってるみたいなんですよね。振りかけてパラパラ出てくるタイプのを探してたんですけど、すごい大きくて湿気ちゃうかなと思ったので、こっちを買ってみました。棒状なのでどんなになってるのかちょっと開けてみたいと思います。こんな感じみたいです。ソイジョイみたいな感じですね。と想像してたのとはちょっと違うんですけど、朝に食べようかなと思います。プライマークに行ってきまして、防寒グッズを買ってきました。最初に入った仕事が外での仕事で、売り子さんだったんですけど、一日中外にいるので寒いなと思って防寒グッズを買いました。服だけは買わないでおこうと思って、結構日本からいろいろ持ってきたんですけど、防寒グッズが思ったより足りなかったので結局買いました。これはパンツですね。レッグパンツ。あ、そうだ、イギリスではパンツって言わないんですよね。っていうか、これパンツじゃないですね。レギンスです。レギンスを買ってきました。結構モフモフしててあったかそうだなと思ったんで買いました。でもジーパンの下に履けるのかどうか、結構分厚いのでもしかしたら履けないかもしれないです。使えるかどうか分かんないんですけど、まああったかそうなので買ってみました。あとは2足入りの分厚い靴下を買いました。本当はハイソックスが良かったんですけど、なかったのでくるぶし上までのクルーソックスですが、これを買いました。買う時にもう1種類同じ値段で分厚くって1個入りのものがあったんですけど、数が多い方がいいかなと思ったんでこっちを買いました。でもこれ「ウィズウール」って書いてあるんですけど、ウール入りなので洗濯して縮まないかどうかちょっと心配です。あとは白の靴下を買ってきました。これもくるぶし上のクルーソックスです。今度は新しい仕事に行くんですけど、白い靴下が必要だっていうふうに言われたんでこれを買ってきました。くるぶし下のソックスは持ってきてたんですけど、クルーソックスを持ってなかったんでとりあえず買いました。で、あと今日は本を買ってきました。これは自動車の運転免許のオフィシャルガイドなので、公式の教科書です。なんでこれを買ったかっていうと、私は日本の運転免許証を持ってるので、特に勉強とかしなくても申請さえすればイギリスの運転免許証を取ることはできると思うんですけど、街を歩いていてわからないマークのものが何個かあるなと思ったので、ついでに英語の勉強にもなるかなと思って買いました。私はあんまり本を読むのが好きじゃないんですね。だけど教科書なら読めるかなと思って、でこの
ドライビングライセンスの本を買ってみました。分厚いので全部読み切れるかどうかは分かんないんですけど、とりあえず買いました。あと今は銀行口座が開設できてなくて、銀行の窓口に行って使えそうな書類も出したんですけど、それじゃダメだって言われてまた断られて、今どうしようかなと思って、それが一番ストレスです。イギリスに来て今一番のストレスが銀行口座の開設ができないことです。なんとかして開設しようとは思うんですけど、オンラインバンキングもうまく開設ができなかったので、今日夜ご飯作るのも疲れたんで、今冷凍食品をオーブンで温めて、それを今日は夕飯で食べようかなと思います。あとさっき買ってきたホワイトチョコレートのムースをデザートで食べて、銀行口座のことは忘れようかなと思います。で、私顎関節症を持ってるんですけど、イギリスで発症したら嫌だなと思って、ある程度日本で治療してきてからこっちに来たんですけど、そのストレスを感じると顎のここら辺が痛くなるんですね。で、その銀行口座が開設できないっていうのがストレスで、もう銀行口座のことを考えると顎が痛くなるっていう状況です。今イギリスに来て顎が痛くなることなかったんですけど、銀行口座の開設のことで顎が痛くなりました。早く解決してくれるといいなと思ってます。では今日はここら辺で終了します。